通り川軍は朝鮮民主主義人民共和国の関門ンンドに属する軍。大白山脈の東側、日本海沿岸に位置する軍。隣接行政区は以下の通り。軍内の地形としては以下がある。一遊三十里を管轄する。高栗時代には九条軍と周被国権が置かれた地域である。白木時代にはそれぞれ近条軍、周谷県と解消された。 高麗時代に州谷県は、旧国県に、近城軍は、通州にそれぞれ解消された。朝鮮王朝時代、この地域は、関温度観察市の管轄となった。1413年、通州は通り川軍に解消された。1895年、高領府所属の通り川軍、旧国軍となり、1896年に2つの軍は、関温度に属することとなった。 1910年、旧国軍が通川軍に編入された。1936年には、倉帝港を有する巡礼面が倉帝優に昇格した。1945年8月の時点で、一優六面が存在した。1952年12月の行政区格闘配合に伴い、林南面を高城軍に、旧国面の六里を安辺軍に編入。倉帝面。 通り川も、松田面、鶴一面、壁用面の全域、旧国面の一部からなる通り川群が再編された。この時、倉抵抗を中心とする地区が、通川有となり、旧通り川もの中心集落は、旧有里に解消された。2003年現在、一有三十里からなる。この節の出点東海北部線がこの群を通過する。ありがとうございます。